今ね、身頃を10段編んだところになります。はい、10段ですね。ちょっとね、広げてみますね。はい。このようにね、なってきています。ちょっとね、大きくなったので画面からはみ出てますけれども。はい、このようにね、長方形になっていますね。はい。で、10段編んだところで、身頃を測りまして、今ね、だいたい48センチぐらいにね、なったところなんですね。で、私の希望、そろそろ OK ということで、ここから、左方向にね、編んでいきます。今ね、10段目裏で終わってますので、ここから、こちらに編んでいきます。で、まずね、角の編み方です。ここからもうね、分割が始まるので、ここの角はね、もう編みません。このようにやっていきます。長編みで、立ち上がって角のスペースに1目、はい、マーカーをつけておきますね、はい、そしてこの後は長編みに長編みをしていくということになります、はい、もうね角がないので今まで編んできた鎖2があった角はもうね出てこなくなります。スペースに1目、あとは長編みに1目ずつね、まず編んでいきます。はい。先ほどのここの長編みから始めて、左側の角までやってきました。まずね、長編みの上に長編みで終わっています。そして、このスペースに長編みをまず1目編みますね。はい。そして、ここで反対側の角を連れてきて、ここで長編みを編んでね、袖を分けるということをいたします。はい、長編みの構えをして反対側の角、ここに針を入れて長編みを編みますね。はい、このようになりました。ここでここが袖というふうにね、身頃と分割ができました。はい、このようになっています。そしてあとは長編みを編んでいきますね。終わりの方まで長編みを続けます。はい、長編みを編んでね、一周してきました。ここですね。はい、編み始めがこちらのマーカーのところです。ではここね、最後、角のところに長編みを1目編んで、はい、そして、はい、こちら側に引き抜いて終わっていきますね。はい。1目目に頭に針を入れて最後のループを取って裏側へ引き出しますね、はい、これで分割が左右とも同じようにねできました、はい、このようにね分割ができています。ここが袖ということになりますね、はい、でここまでできましたらね、ぜひね試着をなさってください。この袖が窮屈じゃないか、はい、首がちゃんと通るかで、袖が窮屈という場合には、はい、延長することはできませんから、身頃をねもう少し編むということになります。この分割をほどいてもう少しねこの角があるところの編み方を足さないといけないですね。袖は延長しようがありませんので、必ずここで試着をして脇がきつくないかを確認します。それではね、次の段をやっていきます、はい、また表裏で続けていきますので、裏に返して、今度からはずっと長編みをしていくだけになりますので、最初の長編みの頭に針を入れて、長編みで立ち上がり、マーカーをしておきます。そしてあとはもう角が一切ありませんから、長編みをずっと編んでいくということになります。希望の長さになるまでこのように編んでいくことになります。見た目を確認してみましょう。今ね裏から編んでいるのでこちら向きですが、この編み地はね表向きです。はい、でここからずっと今度はもう輪になりましたから、一周長編みをして
引き抜いたら裏に返して表裏表裏と続けて編んでいって好みの長さまでということになります。今のね私の袖の幅は20センチに、ね、なりました。ここでね分割したところでちょうどね20センチです。いつもねだいたい私はこれぐらいで、ね、やっています。もうちょっと大きい時もあります。はい、好みですので、はい、だいたいね狭くてもそうですね、まあでも体格にもよりますので、はい、すごく細い方だと16センチぐらいとか、はい、18センチぐらいでも OK な場合がありますので、ここはね着心地が大事ですので、まずはね、こまめに試着をなさって確認をお願いいたします。はい、で私の場合はねこのグリーンがもうね終わりましたので引き抜いてね終わってしまいます。引き抜き編みをしてキュッとねもう閉じてしまいました。はい、で、次がね裏側ですから、はい、こちら側ですね。はい、それではねここで糸を足していきます。でねこちら側が私の場合今ね裏向きなので、はい、この向きですね、往復編みなのでこの向きからです。ではね、裏から始めるときはまずね作り目をしてから始めます。で、ここに刺してね、はい、ここに1回ね1目目の頭にちっちゃく鎖編みをしてこのようにね固定してから始めます。はい、裏の時はこのようにしますね。尻尾さんが、表に行かないようにこのようにねいたしました。そしてここに長編みの立ち上がりをいたしますね。はい、この尻尾さんも一緒に包んでいきましょう。はい、長編みで立ち上がります。はい、マーカーをつけておきますね。はい、糸のねチェンジの仕方いろいろございますので、はい、私がやっているのもねその中の一つだとね思って見ていただければと思います。はい、他にねやり慣れた方法があればもちろんねそれでやっていただいてもちろん大丈夫です。はい、ではこのようにね今までと同じように長編みの頭に長編みを1目ずつこのように編んでいきます。はい、分割してからね、分割から2段目ブルーでね編んだところです。このようにね脇ができてきています。はい、見た目はねこんな感じです。で、ここからもね表裏で編んでいくことになります。はい、好みの長さまでということになりますので、はい、表裏を繰り返していきましょう。今回は基本のセーターということで模様編みはしないでこのままね編んでいこうと思います。はい、裾の方をね編んできました。ここね分割してブルーの段が2シードオハート2シード、ブルーの段は16段ですね。はい、編んできました。でねそろそろ私いいかなと思いますので長さを測ってみます。肩のところから今編んだところまでですね。はい、およそになります。だいたい45センチほどになっていますね。肩の上から今裾まで45センチになっていました。はい、それではねここから細編みで縁編みをしていこうと思います。でかぎ針を、襟ぐりの細編みを編んだ時と同じようにね 7.5 号にね落とします。 7.5 号がないという方は7号でも大丈夫です。はい、ではねここから襟ぐりと同じように細編みを編んでいくんですが、表編みでね細編みを編んでいきます。ではねやっていきます。はい、まず、はい、最初のところに針を入れて細編み、細編みができたら頭にマーカーをつけておきます。そして1目に1つずつ細編みを編んでいきます。ここも襟ぐりの時と同じように
かぎ針の号数を下げていますから、同じ調子で編んでいく、引き締めすぎないということにね、気をつけながら編んでいくといいかなと思います。きつく編んでしまうとね、身ごろのシルエットがねちょっと崩れてしまいますので、引き締めすぎていないかを見ながらね編んでいくといいかなと思いますね。今ねこのように編みました。ではねこれで1周編んできます。はい、裾の細編み1段目がね今終わったところです。でここはね細編み表編みの時はいつも裏からね針を刺して私は引き抜くようにしています。はい、表編みの時はこうですね。はい、そうすると最後と初めの目がね綺麗にくっつきますのでおすすめです。ではね2段目も同じようにやっていきます。最初の頭に針を刺して細編み、はい、マーカーをつけて、はい、ここもね編んでいきます。でね、1段目編んだところでどうなっているか見てみましょう。はい、この時点でね、細編みを編んだことによって、フラットにしたいと思いますので、きつく編みすぎてこうなっていたらね少しねもう少し 手加減をするといいのかなと思います。はい、ではね2段目編んできます。はい、今ね細編み2段編んだところです。そしてね3段目でね終わりにしようかなと思うんですね。はい、襟の方もね3段だったので、まあこちら3段で終わりにしようかなと思います。これもお好みなので5段まで編んで終わるとかね、はい、それはお好きな段数を編んでみてください。で私今日はねここで、ちょっとねほんのちょっとだけ模様編みをねしていこうと思います。これはねもうオプションですので、はい、やってみたい方はねやってみてくださいね。細編みを編んでいきます。1目目に細編みを編んで、まずねマーカーをつけます。そしてあと2つ隣隣ですね、3目。はい、今ね3つ細編みをそれぞれに編みました。そして次にピコットをね編んでいこうかなと思うんですね。はい、でここに細編みをして、その上に鎖編みを3ついたしますね。はい、そしたら1この土台の今の細編みの手前の半目と向こう側の足の2本を取って、このようにね3本になったらくっつけます。指でね押さえて、そして上糸をかけて全部抜きます。そうするとこういうね鎖編み3目のピコットができます。これをねちょっとアクセントにしようかなと思います。次の細編みに細編みと連続で1,2,3,4番目にピコット。はい、この間隔もね自由なんですけれども、で鎖を3つ編んだら細編みの手前半目と足に針を刺して3目くっつけるようにこのように手でしっかり押さえます。押さえて上糸をかけて抜きます。そしてまた細編みを4つ、2,3、4つ目にピコットです。1,2,3編んで手前半目と足の1本左の足を取って、ここでくっつけて左手の指でしっかり押さえます。上糸をかけて全部抜きます。はい、そしてまた次に細編みを4つ、4つ目の細編みの続きに鎖編みを3つ編んで手前半目と左の足へすくってくっつけて押さえて上糸をかけて抜く細編み、1,2,3,4番目が鎖編み3目のピコットという感じです。はい、こちらのね間隔、はい、間に今3目になってますが、はい、これもっと詰めてもいいですし、その辺はね、お好みです。こういうね、簡単な方法でちょっとした飾りにもなりますのでね、ご紹介してみました。
ピコットで裾を、ね、仕上げました。こんな風に、ね、可愛くなります。これはまあお好みだと思いますので、はい、やってみたい方はぜひね、簡単なピコット編みやってみてください。そしてセーターはこちらで完成になります。はい、今回は初めての方に編んでいただきたいと思って、できるだけ工程をね、シンプルにいたしました。でね、こちら着用するとこういう風にね、フレンチスリーブになります。可愛くね、できました。それではね、採寸をしていきます。はい、私はね、結構ふんわり大きいストロークで編むのでね、はい、編み地はとてもね、柔らかいです。はい、じゃあここのね、切り替えのところを測ってみますね。はい、だいたいね、47センチぐらいですね。47センチぐらいの身ごろの幅です。そして裾の方までね、もう一回ピコットが増えたので、もう一回着丈を測ります。はい、着丈だいたい46センチぐらいです。着用するとね、糸の重みでもう少しね、長くなると思います。それからここの肩のところですね、はい、ここ測ってみます。はい、18センチになっています。で、こちらの袖なんですけれども、このままで、ね、全然大丈夫です。で、縁編みをしたいなという方は、この襟ぐりの編み方や裾の編み方と同じように、細編みを1段2段3段ぐらい編んでみるという感じで、はい、応用していただければと思います。また、ここからもちろんね、半袖、七分袖、長袖と袖を編むことができます。はい、他の、たくさんのね、リカチャンネルの、動画の中でね、袖付けのセーターの動画がたくさんございます。袖をつけてみようかなと思う方はね、そちらもご覧になってください。今回はね、初めての方が、はい、簡単に、あ、できたとね、完成した喜びを味わっていただきたいと思って、とてもとても、はい、シンプルに簡単に編んでみました。ブラトップやキャミソールの上からサマーセーターとして着ていただけますし、シャツや T シャツの上からベスト代わりにね、はい、ベストとしても着ていただくことができます。ぜひね、楽しく編んで皆さんのワードローブに加えていただければと思います。それでは一通り説明も終わりましたので、試着させていただきます。今回はね、私いつもより少しね、丈が短いんですが、たまにはそういうのもいいかなと思って、これね、色合いがジーンズにね、ぴったりですね。はい、ちょうどベルトが見える見えないぐらいの丈になりましたね。はい、かわいいですね。着心地ね、すごくいいですね。同じ糸で編んだポアンソレのセーターありますけれども、あちらはね、すごくゆったりサイズで編んだんですが、こちらは割とフィットするような感じで、はい、ベストにもなるサイズでね、編んでみました。可愛いです。柔らかいので、こちらの糸ね、すごくおすすめです。本日も最後までご視聴くださり本当にありがとうございます。様々な、セーターカーディガンの動画がございます。ぜひね、ごゆっくりご覧いただければと思います。またリカチャンネル編み物部では部員さんを大募集しています。部員さんになるのは登録ボタンを押すだけです。ぜひ部員さんになってね、全国の皆さんと一緒に楽しくね、編み物をいたしましょう。ご登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。お待ちしてます。それではまた次の動画でお目にかかります。緑川でした。女子マネさんに試着をしていただきました。女子マネさん可愛らしいですね、すっごくね。はい、下のね、ピコットも、はい、可愛くできたかなと思います。今回ね、表裏と往復編みで長編みで編んでいきましたので、全く遮光せずね、歪みのない綺麗な編み地になっています。そして、脇のね、引き抜き編みのところですけれども、ここがね、袖で、ここがね、引き抜き編みのところになります。はい、鎖編みがないのでね、綺麗な編み地になっています。はい、ね、着用しますと肩から少し下がる可愛いね、フレンチスリーブになっています。このような見た目ですね。はい、
前後ろがないデザインですので、はい、どちらを着ても大丈夫です。ぜひね、お手持ちの糸で編んでいただければと思います。こちらね、重ね着するとベストにもなりますね。冬だとハイネックの、薄手の T シャツとか、シャツとかね、ブラウスとかの上から着るとベストにもなりますし、今の季節だと、ブラ付きのブラトップとかね、キャミソールとかの上に着ていただければね、サマーセーターにもなります。一年中ね、着れるかなと思います。ぜひね、初めてさんチャレンジをしてみてください。はい、またね、編んでみた感想などもね、コメントでいただくと嬉しいです。コメントよろしくお願いいたします。はい、床に置いてみましたいらっしゃいましたね、社長さん。なんでわかったんですか。あ、もうくつろいでるんですか。はい、検品してますね。はい、社長さん、のびのびしてるんですね。お休みしてたんですね。はい、お休みしてたのに母ちゃんが出来上がったのわかったんですね。じゃあ社長さん、寝心地を検品してみてください。はい、どうぞ。はい、社長さんね、もうね、勝手に寝ていらっしゃいます。今日ちょっとお尻出てますけどね、寝心地良さそうですね、社長さん。それね、今日母ちゃんは初めてさんいらっしゃい、簡単なフレンチスリーブのセーターっていうのを編んだんですけど、寝心地どう？寝心地いい？ふわふわだよね、そのセーター。寝心地ね、良さそうな顔していますね、社長さん。それどう、合格？合格？検品合格？ママ？ママなんだ。ママなんですね。ちょっとお尻出てるからもっと大きいのがいいのかな。はい、じゃあ今日も、仕上がり具合をね、見るのに試着していただきたいんですけど、試着はどうですか？試着する？試着してもいいの？あ、いいのね。はい、社長さんに試着をしていただきました。はい、お手手がね、はい、出ております。はい。はい。お尻すっぽりになっております。可愛いですね。こういう色はまあ男の子らしいという感じもします。社長さん、ちょっとカメラに近いですね。はい。ギャラのおねだりかな。まだね、あと何日かあるからね、ノーギャラで頑張って。